Noin. Näin. Joku meno tonni edes. Kokutteoitte senkosicci ga minna sentaku shita handari. Ootto mukemashita, denga to mukemai. Mai ikisugimashita. Finishi. Time. ベトラーナ個人のアジリティ5席です。昨年は5席でした。押す選択をしてましたけど、これが正解なんでしょう。あっと、エイジ4つ目のテンドルの方に餌食になってしまいました。これは逆に引き付けがありました。 3番手も日本です。奥さんです。犬の集中がちょっとよその方向いてますけど大丈夫でしょうか。 早めに出ました。ナイス。オッケー。押しといて受ける。オッケー。さあ、先行スイッチ入りますよね。オッケーです。 32秒32です。犬がいないよ。4番目。13番か。13番か。13番アメリカです。枝を抜きました。 拒絶は取りません。おーっと、ここに引っかかってしまいました。デッケン14番カナダ。 ジャスティン・ダベンポートです。おーっと、これは拒絶です。ここも拒絶です。ここは、拒絶じゃない、ミスを取りました。 今のところノーミスは永田夫人だけです。
標準タイムは31秒です。かなりシビアなセットになっています。31秒書いてるね、標準タイム。どこ、カナダ？スロバキア。スロバキアです。ちょっとリズムが合ってない感じ。受けてます。バーもしました。数日です。36秒04です。いいですか。さて、どの犬が最初に31秒切ってくるでしょう。おーっと、拒絶です。おっと、こう失格です。18、オランダのナターシャです。この人もベテランですが、おっと、これはミスで済みますか。これから通らなかったでしょうかね。依然として永田文雄トップです。間違えました。失格です。完走者すごく少ないです。ノーミス完走すごく少ないです。スロベニアの、IPO のおばさんです。ゼッケン19番、ジャーマンハンティングトップです。何？ジャーマンハンティングトップです。うまい。おーっと、もうすでに失格です。依然として永田夫人トップです。リュウ、何頭終わった？数えなくたって番号書いてあるだろ。9、はい、チェコです。じゃあ、なんか声援が出てますけど、ね、10頭目です。10頭目、今のところノーミス完走は永田夫人だけです。70頭出てますから、この感情でいくと永田夫人も7席以内に入れそうです。おー、2投目なるか。ノーミス完走すごい、アウト走り切りました。タイム32秒75。10頭終わったところで永田夫人トップです。フィンランドのアンナです。この感情でいきますと永田夫人の7席以内という可能性が出てきそうです。フィンランドです。昨日はフィンランドも散々でした。チーム戦ラージもスモールもミディアムもかなりミス出ました。この辺の早い。かなり早い。
結構入れました。向こうが走りました。タイムでしょうか。30秒級に標準タイムを切ってきました。何ラビット？デビット。デビットです。何番？20？26番です。26番イギリスのデビットです。おお、ちょっとラインを作りすぎたかなという感じでしたけども、この犬も速いけど体が動きました。かなり速いです。先行スイッチ入れ切りました。うまい。30秒72トップに来ました。イギリス27番スロベニアです。イメージですけども、ハンドラーがかなり煽ってます。かなり刺激を与えてます、ね、うまい。ハンドリングの勝利です。30秒15トップだ。30秒15トップです。10秒15書いてみて。28番ドイツです。パーソンラッセル、去年のジャンピングの6席の犬です。お、接触を取りました。ジャッジ昨日は接触かなり甘かったんですけども、今日はシビアに取ってます。スロベニアです。はい。ライカ。犬は何？パーソンラッセル。うまい。これはうまかったです。かなり飛ばしてます。さあ、かなり飛ばします。レンガのコンポーネント一つ落としたようです。タイムはしかしどうだ、29秒台です。ウルグアイです。ウルグアイの隣に通したんだ。エランプ降りてこないの。尻尾持ってない。押してきました。30番はイギリスのレイチェル。犬がボーダーテリアか。ボーダーテリア昨日早かった犬かな。さあ出ました。
うおお、危なかった。33秒84です。33番南アフリカです。あげました。ちょっと迷いましたけど手を挙げました。34秒63です。34番はロシアです。シェルティです。先行設計入れました。素晴らしい感動ですね。ロスしてる、ロスしてる。むっちゃくちゃ速い。素晴らしい犬だ。おお、危ない。28秒08を出しました。素晴らしいシェルティー。ティネスです。ティネスパディ。ルクセンブルーのティネスです。37番のオーストリアです。パーソン・ラッセル？はい。リアで行きます。あーっと油断しました。想定外みたいな感じですね。少年だな、これ。39番、フランスです。これです。かなり気合い入ってたんですけども空回りに持ってしまいました。かなりがっかりきてます。40番ドイツのパピオンです。
seurata sen päälle sitten huomenna yksilökilpailussa finaaliin, joka on ainakin kurataan meidän massiiviset isot kolmat keskeet, jotka on käyttöön. Ja yhteen Ruotsista sitten minun kohtani mainitsen ollut täällä eilen aikuisen joukkueosuuksissa siten, että saadaan niin maksimokoisten mainitsen ja sitä juhlimaa tarvitaan valtioon ja tänään. Itse ei vasta. Aksissi kaikki nyt. Finlandin Dani Border Terrier 41 番. Border Terrier Finlandin komba des. Siinä パピオン。アネスタなんとか釣ったぞ。失格です。ノルウェーです。ノルウェーのヒルダ。47番のオランダです。バート、マート？バートです。これは拒絶ですけど、手を上げないぞ。本当かよ。失格にしました。49番エストニアです。ジャック・ラッセルか。はい。かなりちっちゃいよ、なんか。これは接触を取りました。セーブです。かなり優雅な反応です。
50番ベルギーのドナルドです。スイスかデンマークの人だよね。あ、口笛のおじさんだこれ。破綻してしまいました。自分でコース間違えてしまいました。ブラジルです。51番ブラジルパウロ。54番アメリカです。南アフリカのガブリエルさん、53番。56番スザンナ、なんとかって言ったの？ドイツのダニエルで出ました。去年のジャンピングの3席だったんです。かなり煽ってます、ね。そう、アウト、走り切った。
対59番ロシアのエレナです。何、昨年はアジリティ競技の方は4席に入っています。エアプレーンを2つ入れました。場内途中経過を発表しています。62番スペインです。1秒70です。かなり元気になってます。63番日本です。ちょっとずつロスしてます。OK です。さあ間へ入って、危ない元気なくなってしまいました。67番のデンマークです。早くもセットされてます。かなりリードアウトしました。うまい。あ、だけど繋がらない。接触を取りました。うまい。あーっと入りきらなかった。2ミスになってます。かなり速いセーフティーなんですが、いいなこのセーフティー。32秒56です。69番ルクセンブルグです。依然としてロシアの誰だったっけ、エレナだったっけ、トップは。アンジェリーナがトップです。70番はチェコのベロニカです。ジャック・ラッセル、バーソン・ラッセル、ケリオ、アウトを走り切りました。30秒70です。イギリスのニコラ・ギャレットです。
ちょっとブレてますけど、あーっと欲しい。32秒40です。ポーランドのオルガです。75番です。イギリス国歌。1個手が上がってしまいました。ブラジルです。76番。うまい。ブラジル昨日はラージチーム戦優勝しました。しかもスモールもチーム戦ジャンピングではトップについてます。ジャンピングではトップになってます。そのあーっとこの強烈になってます。うわー油断しました。77番ロシアです。ジャーマンスピッツかな。はい、壊してしまいました。ミス1です。フランスのクリストフです。クリストフだね。若干ロスがあります。おお、もうかなり来てます。さすがクリストフ。29秒84まで持ってきました。80番ルクセンブルグのベロニカです。同時スタートで出ました。イングリッシュ国歌。若干スピードにかけます。
39秒07です。スイスのマーティン、去年良かったろこれ、去年のスモールクラスの2席のハンドラーですが、さっきこれ乗ってないとか言ってたけど乗ってるじゃん、乗ってんだな。かなり速い。さあ来ました来ました来ました、29秒60です。ラトビアの少年です。少年リラウドしてます。大丈夫です。ちょっと先に行き過ぎちゃった。36秒ゼロ、ノーミスです。エストニアです。64番、キャバリアかな。おっと、スタートの場を落としてしまいました。34秒19です。エストニアが続きます。85番です。同時スタートで出ました。同時スタートで出てもなかなかこの人は燃えてこないです。ちょっと匂いを嗅ぎながら番です。シェルティスイス、パーソン・ラッセル・テリアか、ジャック・ラッセル・テリアです。さあ同時スタートで出ました。28秒95です。88番スウェーデンのシェルティです。
キャンピング何？セーフです。スウェーデンが続きます。89番のエヴァです。捨てた。先ほどあのトップになったパンドラと同じ人かな。2投目のシェルティ、2投目はとんでもない速いシェルティ。この犬の方がちょっとテンションは低いようです。これでもいいかな。おっと、これは拒絶です。やっと上げたぞ。それでも30秒48だよ。はいはい、とんでもないよね。もうどこ、ベルギー何番？93番のベルギーです。早いよね。早い。28秒6人まで持ってきました。94番ポーランドのアンナです。チャイニーズクレステッドドッグのようです。回ったぞ。また回ったぞ。また回ったぞ。何回回ったろう。サブリナ・ホイザー、非常にアグレッシブなハンドリングです。あ、リズムが作れませんでした。
97番ハンガリーです。スキッパーキー早い方だな。ようやく入った。余裕ある。ラトビアのもう一人のスペトラールさん、拒絶です。30秒93です、ゼッケン100番は南アフリカのリンダスクエアです。とんでもないところに来ましたぞ。ね、スタートまで何十メートルもあるところに出しました。もうついてきましたから一緒です。出ました。あんなに遠くに待たす意味があんまりなかったように思いますけど。ポーランドです。パーソン・ラッセル・テリア。拒絶です。スベトラーナです。2投目かな、この人は。1投目はミスが出てしまいました。106番フィンランドです。ホービーちゃん。嘘です。バーストとしました。スウェーデンの意味ですけど、猟犬です。リズムが合ってないですね。33秒29です。
番です。イタリアのアンドレアさん。最後から犬何？パーソン。パーソンラッセルテリアです。これは手は上がってません。かなり速いです。これもロスなしでいけるといいんですが、かなり速い。さあラインを作って OK いった。おお、どうだ。29秒52まで持ってきました。最後の犬ね。最後です。誰？チェコの去年のチャンピオン権が出てないようです。アドレナリアの試合がトップです。2位がイギリス、インディアン。あ、犬の名前がアドレナリア、1位ロシア、2位イギリス、3位ベルギー、4位スイス。